皆さんこんばんは、山崎定時です。定時の独り言、さあ早速今日も行ってみましょう。いや夏場はね本当に大変ですよ。暑いのがもう本当に苦手なんですよね。なので本当に汗がね出て本当に大変です。さあ早速海の家直屋さんの休憩所にやってまいりました。そしてこの目の前にはね、貝の盛り合わせアナゴですよね。これはねこのタレに使ってるんですけど、これを一旦焼いてね、焼いてタレつけて、これを繰り返して、アナゴに味を染み込ませていただくわけですよ。何度もつけてはタレをつけて焼くと、串に刺すとこれはいいんやろうけどね、これどうしても丸くなってしまって、じゃあタコいたタコあえてうん、歯応えがいいから美味しい。そうこうしてたら焼いてきます、アナゴ。おタレに染みてる、甘い、うん、美味しい。それでは直屋のスタッフの方に、一言いただいております。どうぞ。カラス海岸で海の家をしています、直屋の土匠です。おすすめは定時さんにも食べていただいた新鮮な魚介の炭焼きです。海風も気持ちよく、休憩だけでも結構ですので立ち寄ってください。ところで定時さん、暑い日が続きますが夏場のステージで大変なことは何ですか？いや夏場はね本当に大変ですよ。何が大変かというと、もう暑い、暑いのがもう本当に苦手なんですよね。また演歌歌手としましたら、もう必ずその衣装をねこういう格好では歌えないんですよね。やっぱりスーツを着込んで、もうなんていうんですか、こう湿度ももう高いとね、汗びっしょりなんですよ。なので本当に汗がね出て本当に大変です。やっぱりその中でもやっぱりたくさんの方にお客様お越しいただいて、歌を聴いていただける、そして笑顔になっていただける、その笑顔を見てるとね頑張れる源になっていますね。さらに頑張っていきたいと思います。まあ今日はね一人ですけど、こういうのはたくさんでねこう囲んで、食べていく、次お前だぞお前だぞ、お前食べようってね、でどんどんこうやっていくとね、もうお腹いっぱいになってね食べれなくなったらね、これを、オクトパス、オクトパス最高。